日本ハムの郡司さん1試合2発のホームラン。鶴岡、郡司選手のバッティング本物ですね。よく出してくれましたね、中日。過去育英と慶応のユニフォームを着た男。打つ方はなんと、貸します。中日には宇佐美がいるから。六大学三冠王のキャッチャーなのに舐められすぎだよな、さすがに。郡司ってまだ25歳なのか、再建目指してる中日はなんで手放したんや。ヒロインアリエルと郡司で草。斎藤もらったし、A はお互いなんで使ってなかったのか、謎の二人や。こんなウィンウィントレードになるとは誰が予想できたよ。これに関しては本当に有能なトレードやと思うわ。このトレード成立させたやつは表彰もんやで。